ゼロ戦大好き、ゆっくり霊夢だよ。エンプラ大好き、ゆっくり魔理沙だぜ。今日は、ザ・サードワールド4のバッサール戦をプレイするぜ。ザ・サードワールド4？ これまで何度か紹介してきたゲームよね。そうだぜ。ザ・サードワールド4は、1990年頃における東西直接対決を描いたシミュレーションゲームだぜ。ザ・サードワールド4についての詳細については、過去動画で解説しているから、そちらを見てくれだぜ。それでは早速プレイするぜ。シナリオとかはどうするの？メインシナリオのバトルフォージャーマニーだぜ。これは東西ドイツにおける NATO とワルシャワ条約機構の戦いを描いたシナリオだぜ。陣営はどうするの？霊夢が好きな方を選んでくれ、だぜ。そうね、前回のザ・ブームズ・デイプロジェクトでは NATO を担当したので、今度はワルシャワ条約機構を担当したいわね。わかったぜ。それでは俺が NATO を担当するぜ。NATO のステルス機は F-19 を使うぜ。F-117 使わないの？ F-19 だぜ。誰が好き好んで弱い F-117 を選択する必要があるのだぜ。リアルじゃないわね。つうか、F-117 の能力が低すぎだぜ。ステルス能力をもっと高く評価してくれれば使ってもいいけどな。まあいいわよ。あと各兵器のオプションルールがあるけど、どうする？あんまり荒れた展開にはしたくないので、今回は各兵器ルールは使わないことにするわ。わかったぜ。まずセットアップだぜ。NATO 側は固定セットアップなのですぐに終わるぜ。セットアップの方法は、バッサール版ザ・サードワールド5を紹介した動画を参照してくれ、だぜ。ワルシャワ条約機構はハンフリーセットアップね。そうだぜ。ふう、やっと終わったわよ。それでは、開戦前の NATO 側の警戒移動だぜ。何それ？西ドイツ領内の NATO ユニットは、ダイスチェックに成功したら1回分の移動ができる。これは NATO 側の事前展開を表すルールだぜ。ただし国境に隣接しているユニットは移動できない。ダイス 1D6 を振り、手目に3を加えた値がユニットの連動以下なら移動が成功する。例えば連動7ならダイス目4以下で移動成功ね。そうだぜ。ふう、やっと終わったぜ。ふーん、最初の頃に米軍やドイツ軍が移動に失敗続きだった時は、マジでヤバいと思ったぜ。なんだか戦線の形になっているわね。キールなんかにもしっかり守備隊が入っているし。だけど、なんなの？いや、なんでもないぜ。フルダ正面に空中軌道ゾックが張れていないので脆いのが気になるところだぜ。中立国活性化フェーズだ。どうする？オーストリアとユーゴスラビアへ侵攻するか、しないかね。そうだぜ。オーストリアもユーゴスラビアも第3ターンにならないと参戦しないのよね。そうだぜ。しかも第3ターンになって参戦するかどうかも不透明だぜ。それなら、今回はやめておくわ。了解だぜ。天候決定フェーズね。これはルールにはないのだが、第1ターンの天候は全部晴天にした方が良いと個人的には思っている。なんで？例えば第1ターンが悪天候になると、ワルシャワ条約機構側が制空権を取れなくなる。それに開戦日にわざわざ悪天候を選ぶというのもやや不自然だしな。そうね。だからハウスルールだが、第1ターンは晴天でプレイしたいぜ。わかったわ。ここで制空戦闘機を制空任務にあげるのよね。そうだぜ。そしてより多い数の戦闘機ユニットを制空任務に投入した側が制空権を獲得するぜ。ちなみに制空任務への戦闘機の割り当ては、ワルシャワ条約機構側が先に行う。中央ヨーロッパ空域は、NATO 側の戦闘機が24ユニットしかないから、25ユニットの戦闘機を上げれば制空権を取れるのね。そうだぜ。じゃあ25ユニット上げたわよ。こちらはギリギリ上げる必要もないので、空戦力3以上の戦闘機を中心に制空任務につけるぜ。滑走路破壊任務やるわよ。さあ来い、だぜ。制空権はこちらが取っているから、護衛戦闘機を2ユニットつけてもいいのよね。そうだぜ。攻撃機はツポレフ160ブラックジャックとスホーイ20フィッターが各1ユニット。護衛はミグ23フロッターにユニットをつけるわよ。うむむ、さすがに護衛が2ユニットついていると、戦闘機では手が出せないぜ。じゃあ戦闘機の迎撃話ね。サムで迎え撃つぜ。お、サムが命中したぜ。スポレフ160を撃墜だぜ。最強の爆撃機なのに、仕方がないわ。滑走路攻撃を実施するわよ。爆撃力は、スホーイ20フィッターの2と、スポレフ160ブラックジャックの6ね。スポレフ160ブラックジャックは撃墜されたので、爆撃力が半減だぜ。じゃあ合計爆撃力は5ね。ダイス5個振るわよ。クレーターが2個だけか。出目があんまり良くないな。ふう、やっと移動が終わったわよ。じゃあ攻撃だぜ。攻撃ヘクスを宣言してくれ、だぜ。こんな感じかな。了解だぜ。
どこから攻撃するぜ？まず北方行くわよ。キールとハンブルグの間を守る西ドイツ軍2個師団をそれぞれ個別に攻撃するわよ。とりあえず順当に突破できたわね。まあしゃあないぜ。最前線だからな。次はハノーバーを攻撃するわよ。ハノーバーを守るのは、米第3機甲子団スピアヘッドだぜ。こちらは戦闘機が2対1だけど、航空戦力を投入するわよ。スホーイ25フロップフットね。護衛も2ユニットつけるわよ。護衛2ユニットなら、手が出せないぜ。対空射撃も外れたぜ。じゃあ、3コラムアップで5対1ね。デメさんか。結果は 2DR だけど、ハノーバーは大都市なので、交代の結果は無視できるぜ。まあいいわよ。に存在は有効だから、ハノーバーの米軍は混乱レベル2ね。そうだぜ。次は西ベルリンを攻撃するわよ。攻撃力合計は42ね。防御力合計は6だから戦闘費は7対1だな。だけど大都市の地形効果で左に引くと、さらに連動でワルシャワ条約機構が負けているので左1引くと、最終戦闘費は4対1だな。あちゃー、デメ1か。結果は DD だぜ。こちらは全部対外地混乱か。戦闘に参加した全ユニットの混乱レベルが増えるのが、ザ・サードワールド号の特徴だな。最後は南方戦線ね。まずはレゲンスブルグを守る西ドイツ軍を攻撃するわよ。戦闘費は5対1だけど、地形効果と連動差で3対1だな。航空支援を投入するわよ。残念。対空射撃を食らって近接支援機はアボートだぜ。もう、3対1で攻撃するわよ。やったわ。デメ6。戦闘結果 EX よ。やばい。南方戦線に大穴が開いたぜ。次はニュールンベルグ北側に隣接した米軍師団を攻撃するわよ。米第一機甲子団オールドアイアンサイズだぜ。ここは戦闘費5対1だから、そのまま攻撃するわよ。やった。またデメ6。戦闘結果 EX よ。なんだよ、このダイス。ニュールンベルグの南北をぶち抜いたわよ。やばいぜ。第2定段サブインパルスでは、サブインパルス開始時点で敵属区内にいるユニットは、移動、戦闘できないぜ。わかってるわよ。移動終了。攻撃宣言するわよ。オッケーだぜ。まずは北方ね。キールを攻撃するわよ。攻撃力61。防御力13だから、戦闘費は4対1だぜ。だけど、地形効果と連動差で3コラムシフトなので、1.5 対1になるぜ。航空支援を行うわよ。またスホーイ25だな。戦闘機の迎撃話だぜ。じゃあ、対空射撃やってよ。外れだぜ。わーい、3コラムアップで4対1ね。攻撃するわよ。やった。またデメ6。戦闘結果 EX よ。なんだよ。このダイスおかしいぜ。カッセル北方の西ドイツ軍を攻撃したけど、こちらは残念ながら失敗したわよ。南方では、ミュンヘンを守る西ドイツ軍空挺部隊を9対1で攻撃したけど、これを撃破するには至らず。その近くで孤立していた西ドイツ軍装甲敵団兵師団を攻撃したけど、こちらもデメ1で結果は DD だった。これでワルシャワ条約機構側の第一インパルスは終了だよ。やっと終わったぜ。NATO 側の予備インパルスだぜ。インパルス開始時に敵属区にいない NATO 軍ユニットは、移動戦闘できるぜ。非対称のシーケンスなのね。そうだぜ。移動終了だぜ。あれ、反撃しないの？ここは包囲下の部隊を救出するよりも、一旦戦線を後ろに下げて、強固な防衛ラインを構築することにしたぜ。残酷ね。包囲されている兵隊さんたちがかわいそうよ。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 なんとでも言っとけ、だぜ。制空権を取り返すまでの我慢だぜ。さあ、行くわよ。じゃあ攻撃ね。まずはハンブルグを攻撃するわよ。攻撃力114、防御力12なので、戦闘費は8対1ね。だたし連動差が2以上なので2シフト、さらに地形効果が2シフトなので、戦闘費は4対1だぜ。デメガミか。戦闘結果はあるだけど、ハンブルグは大都市なので、交代無視だぜ。次はハノーバーを攻撃するわよ。攻撃力64、防御力15なので4対1。地形効果で左にシフト、ただし連動差はここではワルシャワ条約機構が有利なので、右へ1シフトだぜ。戦闘費は3対1ね。やった。またデメ6。戦闘結果 EX よ。またかよ。スピアヘッドが壊滅だぜ。わーい、ハノーバーを奪取したわよ。南方でもミュンヘンを奪取。西ドイツ軍の敵団兵師団も壊滅状態だわ。この次に2回連続で NATO 側の移動戦闘があるので、守りを固めるわよ。消極的だぜ。
やっと NATO 側ターンだぜ。増援が登場するぜ。結構増援多いのね。西ドイツ軍の地域防衛部隊が心強いぜ。アメリカの増援も来るのよね。ボンカスから第4歩兵師団が登場するぜ。一応前線を固めながらも、反撃をするぜ。フルダ前面と、ウルツブルグだぜ。NATO 軍ユニットが集まると、結構強いわね。じゃあ攻撃だぜ。よし、2箇所とも攻撃成功だぜ。これだけ高比率で攻撃だときついわね。とりあえず戦線を引いたぜ。反撃はしないの？この次にワルシャワ条約機構が4回連続で動くから、ここは自重するぜ。ニュールンベルグとハンブルクは見捨てるの？見捨てるわけじゃないぜ。制空権が取れたら、航空支援で守るぜ。そんなにうまくいくかしら。とりあえず今日はここまでにしておくぜ。続きはまた次回ね。それでは、ご視聴、ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録お願いします。このページで扱ってほしい市販シミュレーションゲーム、自作シミュレーションゲームがあれば、コメントください。可能な限り対応します。ただし、ウプ主がプレイしていないシミュレーションゲームはご勘弁だぜ。